すべては学長の計画通りだったのかもしれません。どうも皆さん、チャオモカです。ということで今回は矢賀学長の計画についてお話をしていきたいなと思います。この矢賀学長ってところに関しては最新話の方で学願寺と戦ってね、敗れてしまったというところではあるんですけど、まあ本当に死んでしまったのかっていうところだったりとかね、まあ最後に学願寺学長が一緒にいたね、上層部らしき人物を先に帰らしてるっていうのはあったので、もしかすると矢賀学長っていうのは生き残っているって可能性もなくはない感じがするんですが、まあ最後のページのね、地面に倒れてるガーがいたっていうところだったりとか、まああの時間帯もね、街灯がついていて夜だったので、あのガー自体を、まあ、矢賀学長っていう風に描いているっていうところで、あれはもう学長の死っていうのを描いているのかなっていうところでもあるので、もう死んでしまったっていう方が濃厚な感じはするんですけど、今回描かれている展開ですよね。最後学願寺学長と戦って倒れてしまった、そしてそこで完全自立型人工受害ですよね。つまりこのパンダたちっていうのを作り方を明かしていった、そこまで全て実は矢賀学長が描いていた筋書き通りだったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。それがなぜかというと、矢賀学長がね、最後にあなたへの呪いですよっていうことを言っていたわけなんですが、あなたへの呪いっていうのを考えるとね、まあ、最後死ぬ直前に話した言葉っていうのがその相手にとっての呪いになっていくっていうのは今でも描かれているわけですよね。それこそ虎杖に関してはおじいちゃんが死ぬ時に残した言葉とナナミンの最後の言葉ですよね。この2つっていうのが特に虎杖に大きな影響を及ぼしているわけなんですよっていうところだったりとか、もうナナミンがそもそも虎杖に残した言葉っていうのもね、過去にナナミンが言われてずっと自分の呪いとしてあった言葉ということでね、虎杖に伝える時にそれを言うべきではないっていうふうに自分では思っていたけど言ってしまったっていうところで、最後のこの呪いとなる言葉っていうのは後々に響いてくることなんですよっていうところで、矢賀学長の最後の行動っていうのは絶対に後々に繋がってくるんですよね。で、今回矢賀学長が言ったのって先ほど言った通り受害の作り方なんですよね。パンダに関してはね、突然変異受害っていうことを言われていましたが、3つの核があるっていうところでね、まあこの3つの核っていうのを考えると、今回のね本書をよく読んでみると、3つの魂が宿った核を1つの受害の中に入れるっていうことを言っていたんですけど、1つの核に3つの魂が入ってるっていうのを考えたらね、パンダって3つの核が入ってるわけですよね。っていうところで、その3つの核それぞれにね、魂が3つ入っているのであれば、魂自体はパンダは9つあることになるのかっていうところがね、ちょっと気になったりもするんですけど、まあそこはちょっと一旦置いておいて、今回この完全自立型人工受害っていうのを作り方を言っていた。それってつまり矢賀学長が使っている術式とつながってくるところなんですよね。っていうところで、今回矢賀学長が行っていったのは方法を教えたのではなく、術式開示になってくるんですよ。っていうところで、この術式開示っていうのを考えたら、今までもね、いろいろなキャラクターっていうのが術式を開示していってるわけじゃないですか。戦闘中に敵に術式を開示することによって自分の術式の威力っていうのを底上げしていく、いわゆる縛りのような形になっているんですよね。そしてこの術式開示をしていくっていうもの自体が矢賀学長がやりたかったことなんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。今回の最新話の最初で矢賀学長っていうのが捉えられていた。そしてそこでも作り方について言われていましたが、そこでは知らんっていうようなことを言っていたんですよね。そしてその後にタケルのところに行ってしばらくは来れないかもしれないみたいな話をしていたわけですよ。で、このタケルにもうしばらく来れないっていうようなことを言った後の帰り道に矢賀学長と学願寺学長っていうのが戦っていったっていうふうになってるんですよね。そしてその最後に作り方について言っていった。じゃあこの矢賀学長がもう死んでしまう直前に術式開示をして何の威力を底上げしようとしているのかっていうところですよね。その矢賀学長の術式っていうのは、矢賀学長自身が戦うというよりも受害メインの術式になってくるわけですよね。受害っていうのを使って受害が戦っていくっていうふうになるわけなので、つまりこの術式の開示をすることによって、パンダたちのような完全自立型人工受害ですよね、こいつらの力っていうのが一気に上がってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。やはりパンダに関してはね、今回矢賀学長の死に直面しているわけじゃないですか。矢賀学長っていうのが倒れていて、パンダがそこに駆けつけてきた、そしてパンダ泣いていたっていうところで、ここからパンダが上層部を恨んでいく、矢賀学長を倒したやつを恨んでいくっていう展開は十分あり得る感じはするんですけど、まあ、パンダは人間と違ってね、それに囚われないみたいなことを言っていたので、復讐っていうものには囚われないっていうような感じはしますけど、結局これを行っているのって敵側ですよね。賢者が撒いた種だからこそ、今後パンダがマキと合流して死滅回遊に行って戦っていくっていう展開はやはりあるとは思うんですが、その時にやはりパンダ
っていうののパワーアップも必要っていうところで、矢賀学長は全てをパンダだったりとか自分が作り出した完全自立型人工受害ですよね、こいつらに全てを託すために最後の最後に術式開示っていうものをしていったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そしてこの術式開示というもの自体が矢賀学長が今回捉えられていた、そしてそこから今回の最後に矢賀学長が学願寺学長に倒されたっていう一連の流れまで全て矢賀学長が思い描いていた筋書き通りなんじゃないかなっていうふうに思うんですが、そもそもねこの術式開示をメインとするのであれば、やはり捉えられてる時に言ったらよかったんじゃないのかっていうふうに思うかもしれないですが、矢賀学長はやはり自分の死をもう覚悟して最後に術式の開示を行おうとしていたと思うんですよね。そして今回息子に会いにっていうのことを言っていたので、息子に会おうとしていたわけですよ。つまりこの息子っていうのは自分が生み出した受害たちのことになるわけですよね。っていうところでタケルだったりとか森に住んでいる受害たちですよ、あいつらに関しては完全自立型人工受害ということで個人個人に呪力っていうのを保管しているわけですよね。そしてタケルと二人で話してる時にもうしばらくは来れないっていうところで、もう長い出張になるっていうことを言っていたわけですよ。もうあのセリフからしてもね、もう自分はもう死んでしまうからしばらく来れないけど、死んでしまうなんてはっきり言えないからこそ長い出張なんだっていうことを伝えていたんですよね。つまりその時点で死っていうものを覚悟しているわけですよ。でその後息子に会いにっていう発言をしていたので、そこにやはりパンダに会いに行こうとしていたと思うんですよね。草壁っていうのがパンダを解放してくれたわけなんですが、パンダを捕らえてる理由っていうのは矢賀学長を誘い出すためだったんですよ。っていうところで矢賀学長が捕らわれてるパンダのところに向かおうとしていたっていうのを考えると、そこの動きっていうのもつながってくる。そしてそこで学願寺学長と戦って倒された。そしてそこでこの作り方ですよね、つまり術式を開示していった。で学願寺学長に伝えたらね、やはりこれって上層部からの命令になってくるので、学願寺学長がその作り方っていうのを上層部に伝えていく。それによって術式の開示の効果っていうのが広がっていくんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そして今回の最初に矢賀学長っていうのが特急に認定されたっていうことを学願寺学長が言っていたわけですよ。そしてその後に容易に軍隊を作ることができてしまうっていうことを言っていたんですが、森にすでにねタケルだったりとか他の受害たちが結構いたわけですよね。っていうところで矢賀学長が殺されてしまったとなれば、そいつらもねもしかすると出てくるっていう可能性は十分あり得るので、もしかしたら今後ね受害の軍隊みたいなのが板取側についてパンダと共に一緒に戦っていくみたいな、そんな感じの展開があればね、なんか激アツな感じはしますよね。呪術師と呪骸の軍隊がこの賢者だったりとか敵サイドに戦いに行く、死滅回遊に参加していくみたいな、そんな感じの展開があっても面白くなってくるんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですよね。はい、ということで今回は矢賀学長の計画についてお話をしました。ぜひねこれについて何か思うところましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回の動画の方々はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。その他次の動画でお会いしましょう。